こんにちは、モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今日はちょっとした言動について私なりの視点から話をしていきたいと思います。さて、話題の中心となっているのはある有名実用化が食べ方について指摘された件です。この実用化は、冷凍食品の試食動画で多くの食品を短時間で味わいます。そんな中、一部の視聴者から食べ方が汚い、とのコメントが寄せられ、実用化からはそれに対する不快感が表明されました。わざわざ言う必要あると反論し、さらには謝罪を受けた後も、考える力が不足している、と厳しい言葉を しています。ここで注目したいのはこのやり取りが示す表現や批判への対応の仕方です言われた側は不快感もしれませんがああいう側も何かを感じてのこと不快感を抱くこと自体は仕方ないとしてもその表現の仕方や受け取り方にはもっと柔軟性があってもいいのではないかと私は思います例えば食文化というものは多様ですしその中で美しい食べ方とされるものも異なりますしかし社会生活を送る上で他人に不快感を与えないよう注意することは重要なコミュニケーションの一つでしょうまた指摘される側がもう少し勘 慣要であれば不要な争いや誤解を避けられる場面も多くなります反面指摘する側もその言葉がどのように受け止められるかを考え慎重な表現を心分けるべきですコミュニケーションは双方向性が基本互いに理解しようとする姿勢が大切です結論として私は互いに寛容であるべきという主張をします特に公の場で活動する人たちはより一層その意識が求められるでしょうただしこれは私一人の意見にすぎません様々な視点があると思いますのでぜひコメントで皆さんの意見を聞かせてください今回は以上です 最後までご覧いただきありがとうございましたモノモース KVTuber のモノモースでした。